はい、皆さんこんにちは、オキャナーです。今日はリクエストをいただいたブルガリアンスクワットを撮っていきたいと思います。ブルガリアンスクワットは主に大臀筋、あとハムストリングスを使っていくんですけれども、ちょっと難易度の高い種目になりますので、その前にやってほしい種目っていうのもご紹介していきたいと思います。なので初心者の方とかは無理してやらなくて全然大丈夫です。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、まずはウォーミングアップです。私はもう毎日これをやっていますね。股関節とか、あともも裏、今触ってるところですね、をしっかりと伸ばしていくんですけれども、ウォーミングアップなので反動を使ってちょっと心拍を上げるような気持ちで行っていきます。足の付け根もしっかりと伸ばすようにしてください。特にお尻トレーニングをする人とかはやるようにしましょう。はい、ぐるぐると大きく外回し内回し両方とも行っていきます。何か物につかまってやっていただいて全然大丈夫です。私はこんな感じでちょっと足トレの時とかは特にほぐしたりしています。はい、それでは基本動作です。片足でバランスをまず取ってから、後ろにそっと足を置いて、股関節と膝をしっかりと曲げていきましょう。上体を倒すだけではなくって、股関節と膝ちょっと怖いかもしれないですけど、しっかりと曲げていくことがポイントになります。そしてスキージャンプのように斜め上に伸び上がるようにしてください。後で NG ポイントを見せていきたいと思います。はい、で極端な例です。もうこのぐらいのイメージでやってくださいという意味で、片足で斜め上に伸び上がっていく、もう後ろ足は本当に添えてるだけです。よく後ろ足で結構強く力強く踏ん張っちゃう人いるんですけど、それだとね、ちょっと効かせたいところに効かなくなってしまうので、前の足をしっかりと使っていきましょう。このようにですね、本当に添えてるだけです。そして斜め上です。真上ではなくて斜め上に上がっていきましょう。はい、 NG ポイントです。これ膝の向きですが、外側に行きすぎても内側に来すぎても半月板損傷してしまうので、きちんとつま先と同じ向きに曲げていきましょう。このような感じですね。膝をしっかりと曲げる、股関節もしっかりと曲げる。はい、でこのように後ろに重心を置くということはやめましょう。もうこれだと後ろの足の前ももとかに効いちゃいますよね。全然前、今の軸足に効かなくなってしまうので、軸足で斜め上に伸び上がる、これを意識して行っていきます。ではこのように腰につけておくと分かりやすいです。そして足幅についてなんですけれども、このように狭くするとお尻、大臀筋、中臀筋に効きやすいですね。で逆に足幅を広くするともも裏、ハムストリングスの強化になるので、自分の鍛えたい方に合わせてぜひ足幅を調整してください。はい、それでブルガリアンスクワット無理にやらなくても大丈夫です。その前にランジをしっかりと極めるようにしましょう。ランジも意識するポイント、効かせる部位は同じになりますので、しっかりと丁寧に行ってからブルガリアンスクワットをやってください。さあ、それで重りを持つ場合ですね、私はこのようにパワーグリップを使用します。もちろんね、素手で持っていただいても大丈夫ですが、女性は特に握力がないのでこのように巻きつけて行うことをお勧めします。この重さは10回やったらきついかなぐらいの重さで今行っていますね。重りを持ってもしっかりと肩甲骨固定して斜め上に伸び上がっていく意識で行っていきます。これは重さを持ったからといって猫背になってしまっては意味がないので、重さを持ったままでも姿勢がキープできる重量で行ってください。もし曲がるようであれば重量を落として丁寧に行っていきましょう。はい、でこちらは重量を軽くした分、高回数で鍛えていくトレーニングですね。だいたい30回とかできる重さでやっています。足を絞りたい方、もしくはあとは初心者の方などはこういったやり方大変おすすめです。しっかりと丁寧に大きく早く行うようにしてください。中級者の方は低重量高回数の日にしようとか、高重量低回数の日にしようとか分けていただいても、刺激がね常に変わって筋肉がどん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 発達していくのでおすすめです。ぜひ皆さんやってみてください。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回はブルガリアンスクワットについてやっていきました。最初はこれ片足でね、自分の体重を
コントロールしててすごく高度な技になってくるので、まずはランジから始めていただけたらなと思います。スミスマシンもね使っていただいていいんですけど、スミスマシンのデメリットはもう場所が固定されちゃってるので、自分の納得のいかない間違った場所で分からないものを進めてしまうと違うところに引いてしまうっていうデメリットもあるんですね。なので一番いいのは本当に自重で自分が入りやすいところをまず見つけて、丁寧に丁寧に軽い重量からやっていただくっていうのがいいかなと思います。でしっかりと膝と股関節を曲げるっていうことを大切だって言ってきたんですけれども、なので股関節周りのストレッチっていうのもしっかりとやってください。怪我の原因になってしまうので、ぜひ安全に丁寧に気をつけて行ってみてください。この動画が良かったなと思う方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。この種目やってほしいっていうリクエストがありましたら、もう純不動でリクエスト順に行っていきたいと思いますので、ぜひお待ちしております。